いや本堂とかさ出てから右とか奥の見てないよなと思って、全部見てない。本堂じゃない、ちょっと、うん、奥の院は見たけどちょっとね、まあガバガバだろうね多分ね。やっぱさ後ろ向きで帰るのはさ武士だ帰ってった。やっぱあの奥行きたいね。あ、行ったわ。ここ、ここ。ここ行ってない、行ってない。ここ行ってん。うん。あ。あ、シェファー、すげえ。びっくりした。やった、コブだ。うわ。33感度。再び？え？あらら、ちょっと。ちょ。あのカンカンカンのちっちゃいやつだな。あのシャカシャの近い近いやつだ。めっちゃ響いてくる。何がいるの？全然見えないけど。うわあれがいる。なんかいるね。え？はい。なんでコマ処理券を。いや。あちょ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 。なんだ。全然見えない。よっしゃ。あ、いや、なんかね、細かく、しかもね、木がめんどくさいね。これどこへ、なんかいる。ほら、ほら。おーおーおー、こいつか。なんだこいつは。こんなんだっけ。いや、ちっこくなっ。あ、体につけてんだね。燃焼玉みたいなやつが。めっちゃ悪いやつおるやん。そういうことよね。そういうことだ。ああなんか自分じゃあんなやんないよね。壁か発。なんかいる。うん、似たようなやつがいっぱいいる。多分でもコマ処理機でちょっと削っていくしかないね。でもまっすぐこんなやつの勝負やりたくないんで。おい。ほら捕まえた。おい仕方がさ生理的に受け付けない。気持ち悪いよね。雲だもの。ここなんだ、なんなんだ。内谷でしょ。あ、降りろってこと。降りるしかないんだろうねきっとね。うわだいぶ下に降りちゃった。戻らなくていいの。何そっち行くの。なんか行ける道がある。あんまもう来たくないとこだからね。来たくないとこ多すぎ。ん？まあ、あと音がする。あのシャカシャカ上がるんだ。いつの間にかチコ聞いてる。あ、シャカシャカチキンがいる。なんて。うっ、いっぱいいる。うっ、押し切れ、押し切れ。え、自分で燃えて自分でやるんだ。おら炎上しちゃったの。あっち待って、もうあっちすっげえすぐ燃えたな。この人たち何なの。このまま死んじゃったの。ブーン、即物心とか言う。うわ、怖っ。めっちゃいる。呪われて。あ？え、王様？え、何この絵、すげえ偉そうな人。王様？あ、信じる。え？あ、なんだったんだ。なんでこんな偉そうな人がいいんだ。しかもすげえ明るくなった急に。どこここ？あ、ここどこ？どこここ？あれ？お？え？なんかたどり着いたぞ。境内だ。なんだろう。なんだここ。
婚欲。あ、なんかいる。虫だ。違った、地配ヤモリ。ほら、ヤモリに用はない。あらららら。めっちゃ毒った。毒っちゃった。なんかあるかな、アイテムが。でもなんかありそう。なんだ。さあ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 、ちょうだい捕まつる。ちょうだい捕まつろう。おお。なんだ。なんでしょう。おお。お。やった。先方寺拳法の伝書。先方寺拳法のスキルを習得できるようになる伝書。先方寺のものは憲法を収めて功徳を積む。法とは教えのことである。己の身一つで仏敵を打ち倒すためには剣と法どちらも欠けてはならぬ。だが今や先方寺は死なずに囚われた法は失われ、その拳もまた歪んでいる。ダメじゃん。でスキル見ましょうかね。うん、あ、増えた。お、そういう感じだ。これだ、あ、これだ。先方寺スキル、拝み連撃2だ。覚えられるよ。でもこっちせっかくだからね。見たいよね。うん、拝み連撃ちょっと行ってみましょうか。うん、もう取るからね、頑張って全部。頑張れ。おおおお、かっこいい。でもどこで使おう。巫女の忍びよ、ようこそおいでくださいました。超喜んでる。お米ください。巫女の忍びよ、お米が豊かに実りました。かわいい。さあ、お手を。お、豊穣を。やった。かわいいかよ。かわいいね。かたじけない。お米は大事。またいただきにいらしてください。やっぱかわいいじゃんね。巫女、あなたの行く末に豊かな実りのあらんことを。やべえ、癒された。癒された。これどうも行けばいいんだ。やっぱ下か、霧のとこを攻略するしかないか。それかあの紫お化けを。ああ、七面武者か。対七面武者が待ってるか。あれやらんといかんね。そうです。そこや、そこ。そこ行きましょうか。行くよ。はい。雨。おじけ。行け。行け。神。歯も絵も真っ白い担当。HP を片白に変換する。休息することで再び使用することができる。お、本来この担当は片白流しに使われる白い歯で
削り出した己の型代を源の水に流し、竜を祀る儀式だ。刻まれた銘は宝魂、それがこの担当の真の名。おお、じゃあ HP を犠牲にして型代が回復できるようになりましたってこと？それを普通に標準装備できるようになりましたってことかな。おい、おい、倒せた。あっという間だったね。すっげえ、超強くなったね。強くなったね。答えやっぱり霧のでドゥーンって感じでもあの霧の都を探すために霧の都ね。あ、だってほら上場見もどきいたじゃん。あれ倒さんてかんわ。あれ倒さないかんでしょ。物敵の敵、物敵がいるとか言ってたもんね。うん。あ、いた、あった、あった。いった。じゃあ、あのさ、毒ぶっかけ野郎を倒しに来よう。上ばみ？うん、あれで。あれで。あれだ。はい。オッケー。やっぱ上びん、いや、噛んだ、もういいよ。上びん。あ、気づいた。めっちゃ毒。おお、ほら。結構いった。ほら。お。これ。ほら。ちょっと ほいや、さあ、いや、いけ、大事か。ああ、嘘。ああ、飲み上がった。あ、ちょ。ちょっと痛い。うわ、あの、酒飲んでると突き刺できるんだよ。痛みに突き刺さる。そっか。うわ、ベベチ。のドブロクいらねえ。いらねえな。おお、やっと数珠玉だ。やった、今2個持ってる。2個持っている。え、いやー、あの人の弾薬ドブロク、めっちゃ毒ってるよ。え、毒ってる？ほら、もうすごい減ってた。めっちゃ死にまくってる。これさ、なんでここガードしてたんだって感じなんだけど。なんかあるってことよね、したら。ふぉ、綱渡り、だいぶ削られた。おや。あー、もう何を
あ、岩役、岩役だった。あ、でもあっちに行けるんだ。あ、でもなんかこっちなんじゃない？あ、みやこちゃん、みやこちゃん、みやこちゃん、よいしょ。おお、コブちゃん、コブだ。お、あ、これで上に行けるんだったってこと？進んだ気がする。進んだ、進んだ、進んだ。強敵2連戦ってこと、もしかして。すっごいさ、何なの、あの人吊るしてるやつ、悪趣味なんじゃないの。ここでやっとこの上行けるんだ。え、なんかいるよ。なんかいるんだよね。え、ね、じゃあ一周しようとりあえず。追いバネかな。これ、え、上からさせる？え？え、なんだ？誰だ？あ、夏木だ。え、なにこれ？なんか大丈夫あれ？足なんかタコみたいになってるけど。これさ。しかもなんか拝んでる人いるけど。いや、多分亡くなってる。こいつ倒さんといかんの？だって名前付きだもん。これ上からスパンで行くしかないんでしょ？じゃあ装備して行きますか？行きましょう。はい！一回目。霧こもりの鬼人。気持ち悪い。タコちゃん。ほら、ほら。暗い。弱いんだけど。倒していいんかな。でも倒さんとダメなの。ほら、あ、白のコブだ。人の体内でくるくると育った白のコブ。呪物にまつわる強化義手人形を作成する術薬で、深い段階の作成に使われる。ほう、長く長く死なず病を患えば、おのずとコブもくるくると育つ。コブ取りが住めば水に流すが習わしだ。おお、なんか、なにこれ、なにこのすっげえ腫れたね。おお、うわうわうわ、え、全部現実だったってこと？超すごい、こいつ超荒れてるやん。現実の塊だった、すごいな。荒れてるやん。めちゃくちゃ荒れてるやん。やしゃりくなめ。確か体力とか減るんでしょ、あれ使う。上もいけるんと。じゃあ敵がいなくなった。この上、この建物の上どうなってんの。ほら、あれ、いや、もうないんだよ。何もないんや。これでいなくなったでしょ、敵が。晴れた、晴れた、かみしめだった。あ、おなんだここ。下行けるようになったってこと、もしかして。あ、そういう感じかい。そういえば、お坊さん生きてる。ああ、なんで鳥がいんの。あ、これ、お、下行けるじゃん。なんかいない、なんかいる。あ、またまた、なんかいる。何あれ、今度なんか、しかもゆらゆら揺らめいてんだけど。うふ、なんか重曹みたいなのが見える。でもやれってことでしょ。あ、首なし、何これ。え、待って、なんて、なんだこいつ。首がない、首なしだ。殺しじゃない、聞かない、首なしだ。しかも動き遅っ。なんだこいつ、首なし。いや、見りゃ分かるんだけどさ。お、なんで七面武者と同じ音がするのは何。弾薬、待って、え、全然こいつ音量の石なの。いや、やっぱおじきだ。おじきはいいんだけど、俺切ったの全然聞いてねえわ、あいつ。こいつ桜吹雪がいいんだよ。桜吹雪って紙吹雪使うってこと。紙、よかったね、おじき飲んでて。なんなん、あなたやばくね。
おお、飛んでますけど。お、一旦してますけど。うわ、くざいんどくさいこれ。気持ち悪い。